ご報告があります。俺700万で土地買ったやん。先週行われた青山の個展で絵画が19点とグッズの収益が合計で700万円になりました。その収益を全部使って宮古島セーブズアニマルズ、宮古島の犬猫保護シェルターねに隣接した土地130坪購入しました。あれからね、なんとか140万貯まったけん、シェルターのワンちゃんたちが安心して遊べるようにこのフェンスと芝を購入しました。おお。ちょっとお金足りんかったけん、芝を今上に来ております。あとね、半年ぐらいで完成するけん、完成したらまた見に来ようぜ。見て、すごかろ。いや、すごい。また金なくなった。アホや。